皆さんこんにちは、ピアニストの高木里代子です。今日はですね、菊谷ミュージックさんから新しく発売となる折りたたみ式の61鍵キーボードについてご紹介をしたいと思います。まずはですね、このように専用のケースがついているんですけれども、肩からかけてもこのような大変軽くて持ち運びやすいサイズとなっております。ちなみにこのまま体重計に乗せてみたんですが、たったの 2.5 キロでした。ちょっとそれでは開けていきましょう。出てきました。このようになっておりまして、折りたたまれておりますが、これをこのようにカチャッと音がするまで開けると、この折り目のところも全然水平に綺麗な形になります。戻すときはこちらのボタンをカチャッとやるとこのように戻っていきます。ちなみに譜面台もついているので、このようにはめて練習することもできます。そして本体の左側の方にですね、いろいろなボタンがついているんですけれども、こちらの左手に、ヘッドホン、 MP3 マイク、サスティン、 USB 電源という風になっております。それでは早速演奏していきたいんですが、その前に、付属品の説明ですね。まずこちらダンパーペダルついております。続いて USB ケーブルですね。この本体は USB で充電をするという形式になっております。演奏する前にこの USB から、こちら左側からつないで AC アダプター、またはパソコンの方に接続して充電することもできます。続いてこちらの取扱説明書ですね。ざっくりとした使い方などが書いてあります。ミニヘッドホンですね。すごい、こんなのついてるんだ。こういった多分鍵盤に貼るシールだと思うんですけど、私は貼らないでおきます。それでは充電が完了しましたので、電源を入れてみたいと思います。 Power on。 つきました。ではちょっと弾いてみますね。こちらがあの鍵盤の折りたたみ目だったんですけれども、全くのシームレス、すごい。まずですね、私がこちらのキーボードを開けて最初にすごいなと思ったことが5つあるんですけど、まず1つは音色が多彩なこと。このキーボードなんと127種類の音色が入ってます。ピアノとかオルガンとかキーボード、ストリングス、ブラス、リードとか、シンセパッドとか、いろいろな音色が入ってます。まずやってみましょう。まずいい音する。クラビとかね。チャイム。ドラえもんの音みたい。のど自慢。ジュリアナ東京っぽい。お料理番組みたい。あとはドラムか。ピヨピヨピヨ。足跡。戻ってきた。というように、もうなんかいろいろ変えながら弾いてるだけでもめちゃくちゃ楽しいですね。続いてですね、すごいなと思った点2つ目は、なんとリズムパターンも127種類本体の方に収録をされているんですね。ちょっと鳴らしてみましょう。
えていってみます。ロックとか、ロックでもいろいろなリズムがあったりとか、あ、なんかボサノバっぽいのがあったりとか、シクスティーンが入ってたりとか、ちょっとシャッフルしてたりとか、ワルツですね。ちなみにこれはテンポもすごく変えられます。もちろんサンバ、というようにリズムパターンもただかけて遊んでるだけでもめっちゃ楽しいです。続いて、すごいと思った点3つ目は、この中にですね、もうすでにデモ演奏が収録されています。20曲入ってますね。というように20曲の曲が楽しめちゃいます。続いてすごいなと思った点の4つ目は、メトロノームで練習ができるんですね。こちらちょっとかけてみます。1拍子2拍子3拍子4拍子というように変えられます。ワンツースリー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 フォーワンツースリーフォーというように指の練習もメトロノームに合わせながらこれ1台で練習できちゃうんですね。ちなみに私だったらメトロノームを裏に聞くという練習をします。あとは3連の練習ね。はい、というわけですごいなと思った点5つ目はこちらの本体の中に録音機能がついてるんですね。こちらのボタンを長押しをしますと録音 OK な状態に待機されます。ちょっとなんか弾いてみましょう。さあ再生ボタンを押します。弾いてるよ。というようにですね、なので今自分が例えば練習している曲なんかをちょっとこの録音ボタンを押して聴いてみて、再生で確認してみて、ちょっとここがダメだなというようなことができたり、いいメロディーが降りてきたなという時にちょっとレコーして弾いておいて確認しながら細工するっていうようなことにも使い道がありますね。これはとっても使える機能だなと思います。はい、というわけでこちらの KDP61P 菊谷ミュージックさんから新しく発売となる61鍵の折りたたみ式キーボードをご紹介いたしました。この後次の動画でですね、実際に演奏の動画を載せてみたいと思いますので、ぜひそちらの方もチェックしてください。ありがとうございます。